はい、はい、おはようございます。おはようございます。だいぶ寒くなってきました、はい、寒いですね。寒いですねと最近豆盆栽、ミニ盆栽、商品盆栽がずっと多くて、たまには少し大きいのもいいかなっていうことでこれを今日は準備しました。でこれは糸魚川の本当に天然のついでない木なんで、まあ、非常に貴重な木なんですけど、先週講話会が向こうでね、あの浜野会長の講話会があって、はい、秀島さん急に喋れっていう話があったんで、まあ喋ってこれ取ります、これ取りますなんて話をした時にハサミ用意されたんですけど、うん、とりあえず切りそうだった切りそうだったんですけど、うん、来週動画があるんでっていうことで残しておきました、はい、でこの木はですね、まず正面どうするのっていうのがあって、足元がねどっちも面白いんですよね。うちの正面はウロになってて、これ辺のジンも面白いですよね、はい、ジンシャリですね。それとこちらの方は、粘点した感じが見られてて、こんなようなやつもなんか面白いですよね。自然の ね、こう朽ちた感じがあって、で、まあ、やっぱり足元シャリにしても水水にしてもやっぱり変化あると面白い。そういう意味ではちょっとね、上がこの変化に対してちょっと単調だっていうのがあるんで、うん、あとはもうシャリでね、なんとかこうねじりながら、まあ、芸を見せるっていうところで、やっていくようになると思いますんで、はい、で本当にちょっと間延びしちゃっててね、これ元気につけるために伸ばしていったんですけど、不要な枝も取って、ここですね、ここ今日の見どころですけど、見どころ、この枝をですねバチッとこう折りたいんですね、ここの枝を、はい、差し枝です、差し枝、ね、あ、ちょっと いいですかね、向こうの、はいはい、行ってこれよく出てくる T シャツのこのオチなんですよね、うんうん、そのオチを作りたい、はい、これもこういうオチがね、みんな見えると思うんですけど、ビチッとこう折る、湾曲しながら落ちるんじゃなくて、もう根元からビチッと落ちるような、うん、はい、そういうのを作りたいんで、ちょっと鉄棒を使ってですね、バキッと折ると。ちょっと、喋ってるから、めっちゃ移動してるから。ということで、ああいう、ああいうですね、曲を作る、ビシッと折るような、ここ隙間空いてますよね、この隙間空いてるところですね、それを、ここを潰したいと。潰したい。はい、ということで、バキッといこうと、はい。つまり、この下にもう一本枝ありますけども、こうですね、これを切っちゃう、切っちゃう。まずこれは分針にしてはちょっと低すぎるんですね。ですからこれが1の枝で一番大事な枝になってきて、でこれはね、でどっちかが生かすんですけど、こっちがちょっと太いんですけど、うん、その出がよくないんですよね、上にね、上向いちゃってるん で、うん、そうですね、でこれをビチッとつけるにはかなり危険で、あんまりこの出位置も良くないんで、はい、本来はこれも落として、これも落として、でこれは厳しい作業をするんですけど、万が一これ枯れた時っていうもう枝なくなっちゃうんで、ずっと、うん、これはね、上だけになっちゃう、保険として一応取っておきますということも、まあ今回無理しないでね、取っておくっていうのも一つ、まあ趣味としては大事かなって。ここの枝を曲げた後に、そうですね、元気だったらこっち切っちゃう。あ、そうです、将来的にはこれを切るってことですね、ということですね、はい。まあ、ちょっと長いのはね、こう詰めていきますけど、まずね、剪定しましょうかね。剪定、ずっとこれ杉っぱになるんで伸ばしておいて、はい、やつですね。で、こういう木ってこう鉢にあげても結構弱ったりすることがあるんで、今年はもう元気伸ばしっぱなしにしたということなんで、はい、先端詰めて太い枝切ってと。でもしかしたら切れば山木の挿し木ができるかもしれない。これ山木なんですね、まず。山木ですね、山木です。あ、そうか、言わなかったっけ、うん、山の木ですね。天然の木で、継いだ木が多いんですけど、うん、これは本当に天然の継いでない木、うん。どこで判断するんですか、山か山じゃないか。あ、山か山じゃないかっていうのはもう幹芸とか、もう畑ではできないような芸があったりとか、これもね、あんまり硬いんですよ。コン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 って。畑だとスカスカになっちゃう。スカスカになっちゃいますね。そうですね。ね、そっか、シャリでわかる。シャリで、あとね、よく言うのは、ちっちゃいね、これは枝でできた陣じゃないですか、はい、ね、ポチポチポチって、根のあれが出るんですよ。こういうところからですね、根が出る、ポチポチポチみたいな、根が出た跡みたいなのが結構あります、畑の木は。畑の木はで、そういうのがないんですね。こういうのはみんな枝のやつですから、はい、ポチポチポチってこう根が出たような。なるほど、うん、それが一つ見分け方と、あとこれもあんまり盆栽園でやっちゃまずいんですけど、こう硬いね、カン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 って甲高い音がしますよね、うん、シャリの硬さがやっぱり山鳥の、まあ、一番ね、腐りづらいっていうね、何百年とか、まあ、分かんないですけどね、何十年、何百年、畑のシャリは腐っちゃうみたいな。腐っちゃうですね、太ったから、要は年輪が厚いからですよね、中がふかふかになっちゃうということです。じゃあここからですね、やっていきたいと思います、はい。まあここら辺で、あまりね、陣も長いのは良くないって言われるんで、これはちょっと、刺しておきましょう。刺しておく。あの水をね、つけて。あとは長い枝。ここは
結構枝集中してるんで、おろす枝なんですけど、こういうのはまあ将来、もしかしたら建て替える可能性もあるんで、うん、長い枝、これですかね、これこれひょろひょろ、これなんかもいらないですね。これ無事に作れますね。そうですね、無事に作れますよね、これね。こんなね、ヤマキですからね。ヤマキの…刺したらヤマキじゃないんだよ。ヤマキじゃないか、そうか。ヤマキの刺し木ですから、ね、これも股の間から出ちゃってるちっこいやつ、はい、はい。ちっこいですけど、あんまりもう出が悪いん で、あと邪魔になるんで、これからあの鉄棒で下げるのに、これもそうですね、はい、元から取っちゃいます。これは保険で取っておく、下からいきますと、これ取っておくんですけど、はい、これはさすがに長いんで、これも取っておく。それで、あとはいいかな、あとみんな畳み込むような枝なんで、頭はこっちが太いですよね、こっちの方がこっちより。今上、これ上になってますけど、うん、これが太いんで、そちら正面だとすると、こちら、これ上げていくようになると思うんですね。はい、あれ、こっち正面だって言いましたっけ？言ってないです。一応どっちもいいよねっていう、どっちもいいよねで終わったんですよね、はい、で私はこっち側が、まあ、個人的な好みとしては好きなんで、うん、はい、こちらを正面にして作ろうかなということですね、はい、よく言うようにこの肩を見せるように、ということですね、はいはい、であとは先端をちょっと詰めていっちゃいますね。少しあのなんか先端詰めるだけでもなんとなく見えてくると思うんですよね。こんなのがいっぱい一番なんか差し木つきやすい。ああそうですね、この辺が一番元気なやつですからね。どうなんでしょう、11月でもチャレンジはして、あ、12月か、12月か、チャレンジはしていいんじゃないですかね。これもね、よく言われるのは、ここで切ると杉っぱになるけど、ここで切れば杉っぱにならないよってよく言われるんですね。緑のところで、まあ、今もう12月なんで、ここから切っちゃいますけど、はい、12月だと大丈夫。まあそうですね、もう成長期がもう終わってるというか、それなんで詰めておくかな、先端少し。うん、そうですね、これは別にもう今成長しないんですけど、2倍だけですね、まあ、この繰り返しですね、はい、しばらく、はい、お知らせです。お知らせです。この今昼間さんが着用しているエプロン、あ、これそうだ、こちらが多分ねもう再配始まってると思うんですよ、この動画出す頃に、うんうん、でちょっともう売り切れてたら申し訳ないんですけど、あ、はいはいはい、まあ、多分売り切れてないと思うんで、何十枚か、20枚ぐらい、20枚、これすごいですよね、おしゃれだし、これが今販売中ですので、販売中です。ぜひ概要欄の盆栽球ストアでご購入ください。ポケットもあります。ポケットもあります。ここにも入ります。はい、ちょっとでも刺さないように刺さるからあんま推奨はしません。推奨しません、はい、でも丈夫ですよね、生地が厚いからね。そうですね、うん、カラーは、はい、インディゴとホワイトです。あ、ホワイトもあるんですか。ホワイトはあの、カンちゃんの着てる、あー、カンちゃん持ってましたね、うん、調理人みたいにはならないですね。そう、調理人みたいなやつ。白を汚すのがまたかっこいい。あ、そうそうそう、そうですよね、ことらしいですよ、若者。なるほど、若者はね。道具でも追加生産、道具ではおかげさまで、ほぼ完売状態。そうですか、あ、すごい。なので、2月にまた再販します、はい、あ、なるほど、はい、ぜひこれを着て街を歩いて、街歩いてできるって、ね、やっぱだいぶあれですね、変わりますよね、なんか、うん、なんとなく見えてきますよね、なんかね、こう玉になってくるっていうかね、うん、取った？差し枝、こう取りました、そして、まだ重いだろした。そうですね、これはどういうふうにやるか、これはでこれをバチッと下ろそうと思って、はい、今日は、うん、ここでね、収まると、2箇所になっちゃうね、こう弾みつけてよね。そうです ね、それがいいです。これ本当はもう取っちゃいたいんですけど、折れる可能性があるんで保険で取っとこうかなって。一応大丈夫、大丈夫、大丈夫、いや大丈夫、保険いらない、そうですか、行きますか、じゃあなんか初心者向けに取っとこうって言ってたんですけど、取りますか、夏のあれはいらないです。せっかくだから動画的にはということで、ありがたいです。じゃあ浜中会長の、はい、ご意見で、はい、じゃあこれ取りますね。そうなんです。遅い。えい、あ、はい、切っちゃった。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 はい、これも挿し木候補で。挿し木候補。はい。あ、もうだいぶ見えてきましたね。浜中会長の後押しがあったので、はい、いきます。で、ジンの話をね、ちょっとしたいなと思ってるんですけど、実は先週講話会の中で、浜野会長がチョキチョキ、あの、実は、こういったジンがたくさんあったんですね。どこについてたかわかんないんですけど、で、こういうジンっていうのは、いかにもその枯れた枝、切った枝、だからこれもそうですね、で、切った枝をジンにしたって、いかにもこう作為的だというところが見えちゃうって
ていうのがあって、それは短くした方がいいよということで、切っていただきました。多分この辺なんかもそうだと思うんですけどね、はい、でもう一つは寺院が作為的ということあるんですけど、折ると多少自然っぽく見える。一つお勉強なんですけど、この枝って何か重みがあって折れてるわけですから、上からこっち側に折るわけですね、はい、角度的にはこういう切れ方ではなくて、折れるわけですからこういう角度になるわけです本来ですよね。折ってみましょうか。例えば折れない、こういう感じで下がこうひっついて、下が削れる感じですかね、うん、だいぶいっちゃったなこれ予想外に細くなっちゃったんですけど、まあこれが本来の自然に上から何かが落ちてきて枯れたってことですね、うん、だから角度がこうなるってことですよね、うん、そうしますかね。確かになんかおかしいんですよね、うん、うん、こんな感じですかね。こういうのも2つあるとおかしいですよね、なんかね、うん、取っちゃおうか。ただ切るだけじゃなくて、やったことがで、はい、折るような形ですよね。これも自然に見せると、そうですね。いいですかね。なんかこっちの方がいいですね。あんまり、ね、やっぱり長いよりはね、うん、短い方が自然。だから陣って難しいですよね。あの御用とか赤松だとあんまりすごい陣しゃりないんですけどね。はい、心拍がいいのっていうのが私も最近ちょっと悩んでるところあるんですけど。なんかそのこれが流行った頃にそういう問題になったんですね。一回。ああ、そうですね。これはいいのか悪いのかっていうね。前回にこんなものがあるのか。はいはい、そうなんですよね。ここもちょっとね、やっぱり距離が近いんでもうちょっと短くしますね。はい。ね、あんまりおかしいですもんね。勝負はここですね、今日の勝負は、うん、準備はアルミ線を沿わせて鉄棒でですね、はい、バキッと折ると。アルミ線なんですね。アルミ線、あのここの背中に沿わせるのはですね、うん、でラフィア巻いて、その上から銅線を、なるほど、はい、巻きます。これがね、やっぱりまた邪魔になっちゃうんで、ここに当てたいんですね。お湯でふやかしました。お湯でふやかしました、はい。開いた方が本当はいいんですけど、アルミ線を、そうですね、アルミ線を2本ここに当てたいんですね。ここに割れないように。割れないように、はい、っていうことでそれに合わせて上と下をこう結んでいくと。結構大きい木はね、やってる方っていうか動画見てる方は年配の方で大きい木をやっていて、昨日もねちょっと土屋の方に行ったんですけど、はい、年配の方、あれ昼間さんですかって言っていただいて、うん、何人か行ったんですよね。それで動画見てますよって言っていただいて、あとここの、あの盆栽にもね、何百万円っていうような木を持ってる方が、昼間さん毎日見てるから、なんかもう知り合いみたいだよとかって言われてねそう言っていただける方もいて、なんでたまにはこういうちょっと大きいのもね、あのそうですね、うん、あの初心者向けっていうか、まあウェイトはそちらであっていいと思うんですけど、うん、こういう木もね、たまに紹介してプロの方を見てるみたいですから、うん、そうですね結構言われますね。真面目にやんなきゃいけないですね。まあ、この辺いい加減でいいと思います、はい、この辺はとりあえずね、最近話題のプライヤーで。話題なんですね。うん、なんかツイッターの中ではちょっと話題になりました、ね、うん、そうですね、ビチッと、あのアルミ線を木に固定するための仮止めですね。仮止め、仮止めです。この後もう一回ラフィア巻きますんで、はい、はい、再開です。再開です、はい、ちょっといろいろお客さんがもらいました、ね、もらいました。紹介しますか。いいですか。これですね、ミニ盆栽、豆盆栽を私が最近やってるんで、はい、昨日作ってきていただいたそうです。曲げるやつですね。曲げるやつですね、うん、今度これでミニ盆栽を作りましょう、はいはい、おまけで川崎先生がちょっと使ってるところを使ってる、あの後取ったんですね、はい、ああ気に使われちゃったとか言って気に使われちゃった。さあ、じゃあラフィアを巻いていきましょう。特にこれも3本ぐらい巻いて、ああもっとですね、5本ぐらい、うん、5、6本あるんじゃないですかね。あのこの間のあれですね、赤松の漫画を描いてくれたお嬢ちゃん、漫画っていうかね、イラストをね描いてたお嬢ちゃんがまたやってきました、うん、ご家族でね、よく毎回お土産持ってきてくれる、ね、そうなんですよ。千葉のね、なんか有名なおせんべいをたくさん、皆さんも手土産を持って、はい、遊びに来てくださいそうですね、断りはしません、ね、その方が、仲良くなれる、長くなる、昼間さんと仲良くなれる可能性が高まる、はい、そうですね。ただでかい木とかはちょっとでかい木とか、ね、ないんで、そうですね、ご遠慮ください。そうですね、
なんか豆盆栽の素材なんかいいですよね。なんかもうどういう動画なんだ。ギュッと近いてですね。隙間を作らず。そうですね、しっかりとガチガチに縛りながらラフィアは使う季節になってきたということですよね。もうここからが大事なところですね。このね、ここの角、ここが一番大事なところです。ここですね。ここ。今です。ここが。で、今度は下に入って。そうですね。ここだけなんで、本当はここの下はあんまりいらないっちゃいらないんですけど、そう言いながらもここら辺もね、曲げることあるんでね。前も一回失敗したことあったんですけど。なんかの動画で。なんかありましたよね。赤松のね、かけときゃよかったなって。もう一周。こっちの枝だけですね。あ、こっち。はいはい。なんでこういうのは私はね、半分に切りますね。はい、ラバイヤが巻き終わりました。はい、巻き終わりました。導線をかけます。導線を巻いていきます。はい。じゃあこれにかけるんで、はい、これだけ剥いちゃいますかね。ちょっと生きてるうちに剥かないと、そうそう、そういうことなんですね。剥きにくくなるためなっちゃうんで、今剥いています。保険に取っておこうとしてた枝です。ビビってんのみたいな感じでしたね。そうですね、ビビってんのダメだ、それぐらい厳しい仕事しなきゃって感じですよね。今作った陣に、ね、そうですね、ここに突っかけて、ここですね、大事なとこですね。はい、背中に針金を当てましょう。そう、背中ですね。まあ、だいたいちょうどよかった。で、鉄棒を当てます。はい、このできるだけ元のところにですね。ここが一番重要なんですね。ここはね、うん、もう一箇所。これも導線？導線ですね。で、ここは伸びたり浮いたりしたくないんで、なるほど。ちょっと太め持ってきてます。はい、16番ですね。ちょっと持ってきます。3回目。で、ここも余裕がないように。こういうのは一回こう、ま、こう曲がってるやつはね、逆に一回こう伸ばしますね。なるほど。はい。なぜ？あ、いやいや、要はこういうダランと、なんか下げるときってこうダランとしちゃうんで、こういうふうに下がってるやつ、むしろ一回上げてまっすぐ落とすために。へー、ダランっていう曲げがダメなんですね。ここの縛りが結構重要で、隙間がないようにピチッと。で、ここをやりますんで、やっぱここが効くんですよ、一番。ここを落とすわけですね。ここはかなりきつめに。いきましょうか。怖い。切ってますからね、もうね。もうそうですね、これで感覚と音を。そうですね、音ですね。だからやっぱりここ滑らないように、こう段々のある鉄棒の方がいいですね。針金がこうズルズルっと上に上がっていっちゃうんでね。じわ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 と寄せてきます。まあ、まだまだいけそうですね。まあ、音を確認しながらですね。そうですね、ここはね、なんか入っちゃうと導線とこの2本がここに当たりそうなんでね、だいぶついてきたと思ってね。そうですね、はい、うん、明確に落ちましたよね、ここね。そうですね、パクンとね。ここはもう当たっちゃってるんですね、2本。これとこれとここ2本当たっちゃってるんで、一応こんなとこかな。まあ、ここもね、明確に下がったの分かると思うんですよね。ということなんで、これで終了。
終了カン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 ってやつね、はい、終了って言っていつもやっちゃう。ちょっとやれるかどうか。もうちょっといいか。いやもうちょっと終わりと言っていつも終わんない。以上ですね。陣が長い。あーなんかいらないですね。なんかね、うん、てかここにね葉っぱがあるんだから。すいませんこれね、なんかいらない気がしますよね。とりあえず短くだけしましょうか。短くして陣も行きましょうか、はい、枝落ちると文人っぽくなりますね。ね、なりますよね、うん、これ以上内側に行かないようにということで、はいはい、そこから先を向いていくと。そうですね、向いてくるんですね、うん、たらすぐ向けってやつですね。切ったら向け、切ったら向けって打ったそばから食えって。さらですね、はい、あの細かいとこはかけないんですけど、主要な枝だけかけてちょっと畳み込みますね、はい、ちょっとまたごめんなさい、動線持ってきます、はいはい、もう4回で1回持ってきますね。持ってきましたもう、はい、ね、3回取りに来ましたからね。3回目で気がついた。でこれはもうちょっとしつけなんで、かけ方はもう鉄棒の上からになっちゃいますけど、要はここ先端上げたり、ここをこうねじってね、こっち正面なんでこっちにこう向けたいなっていうところで、鉄棒の上からですねちょっとかけるようになります。じゃあね、こういうふうに ねじりながらこう前持ってきたいんで、はい、結構揺れますね、この足元。そうですね、これねちょっと心配なんで、この間も縛ったんだけど、そうなんですよ、こういうね粗い仕事した時に根元がぐらついてて、根が影響でね枯れるってこともあるんで、縛れたら縛っておきます。根が動いちゃう、動いちゃうってことですね。で枝が枯れる、枯れる、そうですね。でこれはこちらから見て段差ができるように、こっちは上げます、はい、逆に、はい、こっちは、ねじりながら前に、そっち正面でね、あの差し枝になるんで少し向こうに向けるような感じで上げます。一回ねじりながら、なんか棚ができそうですね。そうですね、ちょっとこれ細いのかけましょうか、はい、なんかそこかけたら他のところもってなんかなりますよね。その下に2本ね、ひろひろしたの、そうそのひろひろしたのもかけないとですね。ああ、棚になってますね。棚になってますかね。ないかな。硬くなっちゃいますねこれね。うーん、そうですね。なんか保険ってさ、なんかもうこれ取った時点でなんか、それか月股のところに出てる、うん、ちょこちょこですね。うるさいですね。取りましょうか。人参じゃいらないですよね、うん、いらないですね。あのあくまでも保険でっていう、取るか取らないかって話なんで、これもいいのかな、取っておけばよかった。そうなるかもしれないけど、でもね、それが差し枝になるまでは相当かかりますから、ね、うん、なりますね。そしたらもっと綺麗に取っておけばよかったって話ですからね。もうちょっといきそうだった。まあいいか。肩が見えました。うん、でもね、持ちがいいですね、ここ、はい、こうやって作っていくんですね、ああいう、あそこの。そうですね、あそこの鋭角のやつはね、鋭角のやつたちは、うん、これ本当は持っていきたいぐらいなんだけど、使っちゃってもんな。お、行った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 、くっついたですね、もうね、だいぶね。そうですね、はいはい、いい落ち方がね。あとはここが割れてないかどうかですよね、この上がね、うん、そうですね、一応アルミ線とこの銅線入ってるんで、うん、いけてるとは思うんですけど、その裏枝もいいですね、これね、ちょこんとね、うん、さあ、あとはちょっと畳み込みますか、この辺もね、はい、これとこれで何本かでかけてきますかね、これ、はい、そろそろ昼間さんお腹減ってくる頃ですね。ああ、そうですね、昨日結局ね、昼一食でしたからね。夜食べてないですか。夜はね、つまみだけ、っていうか昼ね、あれなんですよ、食べ過ぎたんですけど。あれ、ダイエット宣言してましたよ、ね、ダイエット宣言したんですけど、昨日ランチでね、あのスパゲティ食べたんですけど、はい、S、M、L って書いてあって、はい、料金無料、どれでも一緒なんですよ。そしたらやっぱりなんとなく貧乏症が出て、まあ、一番大きいやつ、L、1.6 倍ってやつを、はい、そしたらもう夜お腹空かなくて、ずっと、はい、夜は
お酒とおつまみだけで、うん、おつまみ何食べたんですか。おつまみはね、おせんべい。ダメなやつ。ダメなやつ。あ、ダイエットしてますね。してる感が全くないですけど、ね、春までに5キロ痩せる。5キロ痩せるということですね。ということですね。もう、そうですね、同じとこですかね。そうですね、どこにかけるかな。これじゃダメですもんね、ここですもんね。どっちかって言ってこっちにかけたいんですよね、うん、ここ曲げたいですね。あ、なんかポキポキ言ってるポキポキ言うんでね、怖いんだよな。ちょっともう一本、もう一回取ってきますすいません。ここからここまでかけるか。はい、はい、もう一回。すごい、5回ぐらい取れるか。こっち向きなんだよな、だから ここに、うん、ここに、ここら辺曲げたいんですよね。なんだけど向きが逆だから、いや、ここら辺でかけるか。かける、これやばいな。怖いっすね。なんか1分なんでね、これ、ね、もう1箇所曲げたい。これ辺が変化かな。うん、ここにね、曲がりがあるといいんだけどな。楽しくなっちゃったな。癖が弱くなったみたいなことですか。うん、そうなんですよね。起こしたんですけど、なんかね、もうちょっと変化がね、この辺ね、うん、なんかね、なんかで、そうなんですよね。ここはこっち曲げるか。うん、分かった。もう一個こっちの欲しいんだよな。なんかいろんな道具を使うんだけど、これがいいっていうのがなかなか。こいつが一番きそうだな。これもグッド。ワンアクセント。ワンアクセント。こっちに負けたい。うん、ここは曲がったんでね、今ね。ここは曲がって、ここは。これがもうちょっときついの欲しいか。こういうのが難しいんですよね。ここら辺がね。ただ力任せにやったら折れますもんね。そうなんですよね。こういうのが難しい。こういうのが実際やってみないとわからない。そうやってみろってやつですね。ここもう一個きついの欲しいな、やっぱな。本当、僕みたいな素人がやると簡単に折っちゃいますもんね。戻るんだよな。あ、でも、まあ、よかった、曲がりましたね、ここね。鋭角に。鋭角に、これ葉っぱが折れてきちゃったんでね。まあいいか、こんな感じで。引っ張るのもね、うん、こういうところで引っ張っちゃう。そうですね。ここら辺で引っ張るか。そうするか。うん、ちょっと欲しいですよね。ここね、細いのね。緩やか。そうなんですよ。なんですね、これがね。うん、そこがね。ここがかっこいいですね。うん、ここはね、やっぱこう曲げたところ、そうそうそう、こういうやっぱりきついところが欲しいんで、こうギュッと曲げて、うん、
ね、これは曲がるだけで、うん、やっぱこう全体で見た時にね、下が結構曲強いから、ね、そう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 、そうなんですよ、上もないと、そうなんですよ、曲がりましたね、かっこいいですね、ここはね、こう一回戻ってて、最後はまたこっちに振れれば、はい、うん、この上か、ここは割れちゃうんでね、ここで曲げなきゃいけないんですね、これ入れなくなっちゃうかもしれないですね、私とこの辺で作っとくか、うん、これがあるからね、これがありますからね、これがある、これがあって、確かにこれ続いてますしね、これがあって、うん、こっちの枝がないじゃないんだよな、取っちゃうか、これ大きな決断ですね、こっちの枝なくなっちゃうもんな、なくなっちゃうけど、いいか、取りましょうか、まあ多分これがでもね、この辺に来るんですよ、これはね、裏でこの辺になるんで、ええ、だからまあ、いや、要はこっちに枝ってこれだけしかないんでいいのってだけなんですよね、はい、取りましょう、取ります、取ります、大きな決断をもう一つ、短い陣で壮観に作りましょうか、壮観、いや、もうすでにサスケのこと考えてえいっ、はい、そしたらちょっと落ち着いてご飯食べてから、はい、ランチタイム、ランチタイムスタート、スタートランチが終わりました、ランチ終わりました、はい、もう作業始まってますか、え、はい、もう気持ちも新たに落ち着いて、はい、あとでもこの辺作るだけ、そうですね、作るだけですね、今ちょっとここをね、もう少し潰しました、はい、もっと本当はね、畑抜きの木だったらもうバチってくっつくぐらいやるんですけどね、ちょっと怖いんで、よし、じゃあとりあえずここを午前中引っ張って、はい、ここがこういうようなね、この字みたいな形ができたってことですね、で最後は頭がこっちに触れると、先ほどは沖縄の視聴者の方が、はい、ああすごいですね、宮古から来られたって、ね、ちょっとあれですね、山鳥の木は折れる可能性があるんでちょっと太めでやってきます、はい、これはね裏枝になるんで、はい、はい、ねじり方向は逆なんですけど、こうなっちゃってるんでね、こっちにこうねじりながら、そうですね、枝、はい、的にはそうですね、ねじり回転が逆という、口がヒリヒリしてますね、お昼に辛いやつ、辛いのを食べました、食べたんですけど、先ほどは甘い甘い甘いって言ってそうそう、口の中甘いってもうどういう言い間違いしてるんだっていう ね、あれ間違えた、辛いだ、ね、辛いだってそうそうそう、そんな間違い方するかなっていう、間違えた、辛いだってじゃあこれは気遣いが、ええ、もうちょっとおかしくなってますね、口がヒリヒリしてるんで、だって今日は全体 の基礎作りで腹が開けにしますので、はい、これもこの辺でギュッと曲げていきたいんで、そのぐらい枝に、ぐらい枝ですね、少し抜いていっちゃう、はい、あれですか、完成まで作っちゃう感じですか、うん、今回ですか、うん、細かい針が、あ、いや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 、あらがけなんですけど、とりあえず芽生えが良くなるぐらいまでにするってことですね、したいってことですね、いや、でも全然変わりました、うん、まあそうですね、それっぽく、まあ一回ね、ちょっと傷むとかあると思うんで、様子見て、様子見てですね、もう一回やっぱりちゃんと最後仕上げはやんないとですね、なんか久々の昼間流というか、ああまあどうなんですか、そうですね、なんかやっぱり最近ミニやったり大きいのから小さいのまで楽しめるんだよっていう言いながらも、やっぱりなんか文人が昼間さんっぽいねみたいな話をちょっとある人にされたことありましたね、うん、確かにね、赤松少し人気でね貢献できればと、うん、で、これどうなってんだ、昼間流の作り方が丸上がりの、ああまあここのね、もう公開しちゃったって感じですよね、うん、こうやってあの型作ってたんだっていうね、そうですね、頭グニャって曲げるのもよくね、ああやったから、そうですね、もう昼間流はやることない、やること教えることない免許改善、免許改善でもなんかやっぱりその大きいのからね小さいのまでやれるっ
ていう楽しみもいいですよね。まあ環境でね、どうしても小さいのしかできないっていう人もいるし、でね、思ったのはやっぱりね、作り方が違うですよね、うん、そうですね、うん、で商品とミニも違うし、うん、あの枝がね、商品なんていうとやっぱり正面の枝とか結構残すんでね、かんぬき枝も残すし、そこら辺の、まあ、作り方の違いみたいなのもちゃんとした伝統派の盆栽の作り方とは違いますよね、うんうん、と違いますよね、そうそうそう、まあ、商品でもよるけど、うん、よるんですけどね、ミニ盆栽、言われるサイズのやつ、10センチ以下とか、はいはい、そうですね、やつはまあこういうね、うん、でもこっちを理解してた方が多分商品うまくなるでしょうね。そうなん、いや私がもともと商品やってて、でやっぱり自分その技術の限界というか、うんうん、皆さんやっぱりどう作るかって難しいと思うんですけど、はい、それを勉強するにはちょっとやっぱり大きいやつをやって、で最後は継承壮大って言ってね、形は小さくでも大きく見せるっていう、それが商品でできたら一番理想かなと思いますね。そうですね、最後はね、どうしてもごちゃごちゃっとね、商品作るとなかなか大きく見えないっていうのはね、あるので、うん、ここまで大きくなくてもいいから、まあ、いつもよりちょっと大きいサイズも、うん、そうですね、作ってみた方が勉強にはなりますね。勉強にはなりますね。この枝抜くとかね、抜かないとかって、うん、なかなか商品だけでは勉強できない、うん、しかもこういう文人ってちゃんと枝配りを理解してないと、あ、そうですね、ね、作れないですよね。勉強になるな、勉強になるなそうですよね、いやかんやなかなか細かい針金をかけかけ始めちゃって、これが俗に言う終わると言って終わらない状態最近よく言われてますね、ツイッターでもね、この間のタイムなんとかのやつもね、はい、まさかのなんか時間切れからまた手出してるとかロスタイムとかね、気になりだすと気になっちゃう、うん、まあいいかなって言って、そう、ここから長いですよ。そうですね、まあいいかなから長いですよね。いいかなは大体良くないですから。良くないんですよね。ちょうど今切った時に悲鳴が聞こえました。行きました。どうしたんですか。枯れてたんですね。え、割れた。ここがね、あ、ここが枯れてたんですね。こっちがここだけで繋がってたんですね。本当だ、枯れてますね。まあ内側が生きてるから、ここはもともとなかったんで、隅じゃここだけ裂けたってことなんですよね。枯れはしなそうですね。うん、まあここはもともとね、こっちはなかったんですからね。なかったかな。うんうん、なかったって考えると割れ方としてはえぐいですけど、うん、ちょっと、いいとこに下がったなとか言っていいとこ下がったんですよね。これなくなると痛いな。でもな、痛いですね。これなくなるってことは両方なくなりますからね。あー、結構こっちが来てますもんね。半分以上、半分、こっちは枯れてたんですね、もともとね。枯れてる。あの時終わっていれば、うん、終わっていればそうか、受けることしたんだ。キリがないんで、いいかいいかっつって、また終わってなかった。これはやっぱり後ろに持ってもできたって言われてから何分経ったか経ったか測ってみようかな今度ね終わってから言ってから何分経ったか分かれたりして全部仕上げ編とかね、後編、そうそうそう、なんかキリがないからおしまいにしましょう。うまい、おしまい、おしまい、キリがない、キリがないんで、はい、じゃあ正面で4回動画を止めてる間にもういいかって言ってました。そうですね、枝掛けの荒掛けって言ったんですけど、気になる小枝はちょっと掛けちゃったんですけど、はい、分かりにくいかもしれないんで。あ、そうか、白いとこ行きますか。白いとこ行きますか、はい、あっちに。まずここですよね、ここの落ちがしっかり落ちましたっていう一つ、うん、で今ちょっとここがね揃っちゃってるんで、まあ段は2つあっていいと思うんですけど、ちょっとここが気になりますね。ちょっとこう向きを変えるとかね、これ少し後ろ向けてこっちを前に出すとか、はいはい、ちょっとそこら辺は変化が必要になってくる。で一応ここで裏を作りまして、ここら辺をね間をあえて開けたんですね。同じこう均等にいってるとあまり面白くないんで、こう弾みっていうような言い方するんですけど、はい、まあ、難しい言葉ですよね。
ここにあえて間を設けて、でこの辺は少し接近してるけど、高さは一応変えたつもりです、うん、これとこれと、で次にこれでこれが増えてと、ここはね少し今ちょっと近い気がしますけど、うん、はい、で頭を少しボリュームつけて、こう輪郭がこう出たり入ったり、うん、そうですね、でやっぱりあこれだと通りですね、一回ここでやっぱこう揃うんじゃなくて、ここから一回出して、だからこれも効いてるけどこれも効いてて、うん、この辺はちょっとまあ面白いかなっていう感じですよね、はい、こっちの枝はねこれ一本になっちゃったんですけど、まあいいかなって感じしますよね、うん、あとはこのがさっきバキッといったんで、この2つ、はい、なくなるとまた考えなきゃいけないですよね。しばらくこれで培養して元気つけて、で本当はねこう下の方の枝を取っていくと、もうちょっとこう綺麗に棚がこう見えるんですけど、ちょっと針金もかけてないんで、棚をきれいに作っていったら、まあ完成になってくるかなと。なるほど。はい。男がどうなるかですね。男がなくなったら結構やばいですよね。うん、最初の画像を比べるとだいぶ、そうですね、違いが見える。大きな変化、はい、と思いますよね。あったと思います。そうですね。ここも思い切って取っちゃいましたけど、はい、まあ大丈夫だと思います、これは。うん、来年、だから5月、6月ぐらいじゃないかな、ここ取るのが。これから先で言うと、もっとやっぱ枝数減らすんですか。ちょっとね、ちょっとまだこの辺が多い感じがするんですよね。多い気もしますよね。そうですよね。だから棚を作る人も枝数減らしていくとか、あるいはこれを2つに分けるとかいうことで、もうちょっと枝数は減らした方がいい気がしますね。なるほど。ここはちょっと気になりますね。同じ方向いてるのはね、うん、場合によってはこれ取っちゃって、ここだけでちょこんと作ってもいいかもしれない。そうですね。うん。あとは鉢ですよね。鉢。鉢がね、今こうでかいんでね、こういうぐらいのちっちゃい丸い鉢かなんかに入れて、うん、まあいいかなと、角度もね、せっかく大きいのをやってみました。はい、いかがでしょうか。昼間流と、昼間流と、まあ文人のね、今日久々にやってみたということで、文人やる方は少し参考になっていればということですね。はい、この落とし方が今日のメインの仕事ですね。はい、はい、ここで今はここ、これの話、ここが、あ、そうごめんなさい、ここも言わなかったですね。重要かなと思います。そうごめんなさい、上があまりにもおとなしかったんで、こっちにこれまずここを針金、ね、ここにかけたのはここ曲げたかったんです、こっちにね、はい、こっちに曲げてここをこういうふうに鋭角にこの字型みたいに、うん、これ引っ張ったっていうのがね、少しこっちにグッと下げた、ここはまたちょっと変化あって、やっぱこれがなかったからスッと伸びてるときは、やっぱりちょっと普通って感じだけど、そうですね、ここでね、ちゃんと見ると思う。そうですね。はい。びっくりした。言い忘れるところでした。そうですね。そう考えると、ここがない方が、まあ、見えるっちゃ見える。うん、もう、そう。枯れてもいいですよね。でも、裏枝は欲しいですね。これなくなると痛いですね。そうですね。これなくなると痛いですね。あとはこれをぐんと上げてくるからですね。なるほど。うん、ただ、肩は見せなきゃいけないからね。これに来ると、かぶっちゃ、かぶっちゃうんで。意外と難しいんですよね。そうなんですよね。シンプルだけど、難しい。そう。感性。そうですね。枝はできるだけこう省かなきゃいけないんだけど、まあ枯れるリスクもあるんでね。そうですね。技術とセンスが。センス、問われる。そうですね。文人芸。はい。ということです。ということです。参考になれば。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかいる。え？なんかいる。